シドラーワン事件は1981年8月19日に地中海南部でアメリカ海軍がリビアを侵略し反撃したリビア空軍機と交戦した事件である。この事件においてアメリカ海軍はリビア軍機2機を撃墜した。リビアは1973年からシドラーワンは自国領海と主張しベンガジとミスラタを結んだ線を領海の境界とした。 これに対し、アメリカ合衆国は、その主張は広すぎるために認められないとし、広すぎる部分については公開であり、航行の自由が認められるとした。その上で、リビアに対する圧力、挑発も兼ねて、リビアの主張する境界線内も含む海域で空母機動部隊による艦隊演習を行った。1八十一年八月、シドラ湾に面する地中海で、 空母ニミッツとフォレスタルを中心とするアメリカ艦隊が演習を行っていた。このアメリカ軍の行動はリビア軍を刺激し、リビア軍機はアメリカ艦隊に接近し、アメリカ海軍機と絡み合うような軌動を行うこともあった。8月19日の朝には VF-41 所属の2機の F-14、 A 戦闘機が空母ッ密を発艦した S-3 小海域の護衛を兼ねた戦闘空中哨戒を行っていた。E-2C 早期警戒機はトリポリ近郊の基地からリビアの S-22 が2機接近してくるのを探知した。空母の南約 100km でその情報を受け取った F-14A はリビア軍機に接近した。 2機の F-14A は S-3 哨戒機を引き離すため、S-22 に対してドッグファイトを挑み、S-22 の約300メートル前方を横切ると直後に S-22 が AA-2 空対空ミサイルを F-14A に発射した。F-14A は回避行動をとり、 ミサイルが外れたことから二手に分かれたスマイナス22をそれぞれ追尾し、AIM-9 空対空ミサイルで核1機を撃墜した。スマイナス22撃墜後に F-14A が空母に着艦すると2機のミックマイナス25戦闘機が空母に3つに接近したため F-14A がスクランブル発進してミックマイナス25の方向へ向かうと ミック -25 は反転して、基地の方向へ戻る動きを示したので、F、F-14A も引き返した。ところが、ミック -25 は、再び振動を空母へ向けたため、F、F-14A も反転したが、ミック -25 が基地の方向へ引き返したため交戦はなかった。アメリカ海軍の報告によればス、ス -22 のパイロットは脱出したとのことである。リビア側は、 パイロットの捜索を行ったが発見できなかった。ありがとうございます。